フェノール樹脂三次元網目構造フェノール樹脂はフェノールとホルムアルデヒドを原料とした熱硬化性樹脂の一つで世界で初めて植物以外の原料より人工的に合成されたプラスチックである硬化させた樹脂は三次元的な網目構造を持つ電気的機械的特性が良好で合成樹脂の中でも特に耐熱性難燃性に優れるという特徴を持つ 耐薬品性も高いが、アルカリに弱い。また、これらの性能の割に比較的安価である。ベークライトの一般名はポリオ、キシュベンジルメチリングリコールアンハイドライド。フェノールとホルムアルデヒドを原料として触媒化において合成を行う。原料には、フェノールの他に、クレゾールなどのフェノール類に属する有機化合物を用いても同様の樹脂を合成できる。 これらフェノール類の原料を用いたものを含めて、フェノール樹脂と称する場合もある。フェノール樹脂は、合成時の触媒が酸性であるか、アルカリ性であるかにより反応が異なり、用途により触媒が選択される。酸触媒化で、縮合重合させると、ノボラックと呼ばれる、熱化素性樹脂が得られる。ほとんどの場合は、固形の樹脂である。ノボラック樹脂自身は加熱しても硬化しないため、 硬化させて使用する場合には、ヘキソメチレンテトラミンなどの硬化剤を用いる必要がある。アルカリ触媒化で合成を行うと、レゾール樹脂が得られる。通常、液状であることが多いが、高分子量化させた固形タイプのものもある。レゾール樹脂は、自己反応性の感能元を有するため、加熱することによりそのまま硬化させることができる。フェノール樹脂の使用例樹脂そのものを製品として、 成形することは稀で、通常はフィラーや繊維の連結剤として用いられる。例えばパーティクルボードや高圧メラミン月賞版のコア層ー,ーを構成するフェノールバッカー等である。この他、耐熱性が要求される鍋の取っ手など調理用品、自動車部品や基板等に用いる絶縁体などとして電気製品に利用されている。イギリス軍の認識表としても採用されている。 住宅用途では、ポリスチレン系の住宅用断熱材に代わる素材として、アサヒカ製が発泡フェノールフォームを開発し、ネオマフォームの商品名で販売している。また、レゾール樹脂は接着剤や塗料などの主成分として用いられる。耐熱温度こそ150から180度と高いが、フェノール樹脂製の容器は、電子レンジには使えない。これは、ユリア樹脂やメラミン樹脂と同様、 樹脂そのものがマイクロ波を吸収し発熱するためである。フェノール樹脂を木質材料に含振させ、真空高温で焼成することで多項性炭素材料のウッドセラミックスを製造することができる。木質材料に限らず従来であれば廃棄されていた、絞りカスなど植物性のものも原料に使え、様々な性質を持つため環境的な素材としても期待されている。 同様の手法で脱脂した米ぬかから作られたものは RB セラミックスとして実用化、製品化されている。フェノール樹脂と木質からなる複合材料であるデルタ合板は第二次世界大戦当時のソ連で航空用アルミ合金の代替素材として膨大な数の軍用機が量産された。熱防御特性により大気圏再突入機のアブレータとしても使用される。 特殊な用途としては、第二次世界大戦時の金属教室により、開発流通した大用陶器の製造時に、ベークライトなどを混ぜることにより、鉄器のような強度を持たせる用途で利用された。ベルギー生まれのアメリカ人科学者、レオ・ヘンドリック・ベークランドが1907年に、ベークライトを発明、フェノールとホルマリンによって作り出された。フェノールとホルマリンの反応によってできる樹脂を、 フェノール樹脂と呼ぶ。この樹脂の発見は1872年まで遡るが工業化に成功したのはベイクランドである。1910年生産を目的にベイクライト社を設立し、そのフェノール樹脂をベイクライトと命名した。日本ではベイクランド博士の親友であった高峰常吉が特許権実施の承諾を受け、産協株式会社品川工場内に 住友ベークライト株式会社の前身となる工場を対象3年に建設、ベークライトの試作を開始した。ベークライトは住友ベークライトの登録商表明であるが標準企画品として石炭酸樹脂を指すフェノール樹脂の一般代名詞となった。ありがとうございます。